んでチストックなんだろう。なんとか勝ててよかったよ。1ストック勝負はさすがにきついよね。というわけで皆様毎度です、うぷにしです。やっほ、土星だよ。やっとジャクビップ脱出できたぞ。おお、やったね、うぷぬし。この調子だよ。頑張るぞ。というわけでお相手はセフィロスだ。実装当初はたくさんいたんだけどな。まあ、いつものことさ。だから現環境で出会うセフィロスは基本強い人ばっかりなんだよな。強い人って初めから覚悟できる利点もある気がするけどね。元より手を抜くつもりは毛頭ないんだがな。やはり緊張というか、怖いと思うな。あと、ゲッチにこのリーチは辛いね。ゲッチは天使キャラ相手だとどうしてもそうなる。でもストック先行できたね。ナイスープ主。ゼフィロスも軽いからな。まあ、あのダメージで飛ぶとは思わんかったがな。ぐぬぬ、軽い弱点はこちらも一緒だ。EA で軽々吹っ飛んでしまった。できればもうちょっとダメージ稼ぎたかったね。ダメージ的には現状ギリだな。無理して攻めず、甘い攻撃にしっかり反撃取ってダメージ稼ぎたいね。おっと、そのフレアは吸収させてもらうぞ。オイルパニックが当たったら楽々吹っ飛びそうだね。できればあともう2発撃ってくれればありがたい。うぷ主、悪い顔になってるよ。おっと、すまない。いかんな、つかみを忘れている。 DA とつかみを混ぜて初めて差し込みが成り立つからね。おっしゃる通りでございます。あれ、メモリが増えないね。吸い込むダメージも影響あるのかな。後で調べんとな。なんかウェリーからの火力の取り方が美味しくない気がする。セフィロスのダメージもそこそこ溜まってきてるし、繋がりにくくなってるんだろうね。しまった、シャドウフレアを食らってしまったか。そっからでも吸収できるんですか。衝撃の事実。これだとセフィロス、シャドウフレア撃つのリスク高いじゃねえか。撃たれても前開けてオイルパニックしてれば溜まっちゃうもんね。あ、それいただきます。フルチャージ完了、チャンスだよ。これ外すと撃墜なんかさらに加速するから、正直当てたいんだがな。そこだー。よしよし、これでゲームはこちらが圧倒的に有利だ。とは言ってもこちらも撃墜ダメージだから、撃墜拒否大事だよ。いやいや、土星さん、ここはチャンスなんですよ。また悪い顔になってる。実はですよ、低パーセントで即撃墜できる技がゲッチにはあるんですよ。ああ、あるっちゃあるけど、運がめっちゃ絡むよねそれ。ここじゃあ。よし、決まった。この手に限る。まさか決まるとはね。この調子で戦闘力を頑張り上げよう。じゃあ次は私だね。お相手はスネークか。これまた復帰阻止が辛く刺さる相手だな。手榴弾爆破で抜け出すってマジか。うぷ主、ここのステージと当たること多くない？どうして収録が絡むとこのステージがよく出るんだ。 C4 の位置をしっかり覚えないとね。ステージによってあれ全然見えんからな。おお、怖い怖い、ダイビングプレスでお返しだ。いいね。そして甘い復帰には組上で制裁。よしよし、いい流れだ、このまま行こうぜ。ガード間に合った。そこでの攻撃上がりとはなかなか怖いことするな。ガーキャンウェディ失敗しちゃった。対応以外みんな操作精度の向上が課題だな。あの子だけビッグだもんね。私たちも続いていかなくちゃね。よしよし、次は失敗しないぞ。このガーキャンスクリーングシェルほんと強いな。持続長いし、発生も早いからその場回避にも刺さる。向こうが甘い攻めをしてたら全部それで足りるのいいな。ダメージもそれなりにあるからね。よし、ロケランは回避できたな。正式名称はリモコンミサイルっていうらしいけど、みんなに聞いたっていうね。なんでだろ。その辺は、原作やってねえからよくわからんな。友達がやってるの見てたけど、タクシードってミッションしてたんだけどな。なんかそれ、そんなんできんのか。それで妨害されるのいやらしい。もし、もう相手も撃墜圏内なんだがな。あ、まずい、撃墜よねー。
電キャラ 159% あたりから下投げ上強確定だもんな。恐ろしい技だぜ。もうちょっと撃墜拒否頑張りたかったな。グッパ使ってたらその気持ちはわかるな。なんと言っても一番重いからな。あとは復帰阻止でぼったくられる危険性が高いキャラだから、粘れるときはとことん粘らないといけないからね。しかしお相手さんもグッパ相手によく粘るねえ。グッパでこんな撃墜難に陥っちゃダメだよ。焦るな、慌てて引きのでかい技振ってもどうにもならんぞ。横強とか上強とかでも撃墜できるから、それをもっと押し付けた方がいいかな。お、空母撃墜ナイスだ。確かに横つまで撃墜するパーセントじゃなかったね今。そうだ、ダメージが溜まってリスクの低い技で撃墜できるなら、それを押し付けた方がいいぞ。C4 が邪魔で接近できないなぁ。慌てるな、相手もずっとそこにいられるわけではない。うまいこと立ち回れなかった。仕方ねえ、次同じミス専用機をつけるしかねえ。どうしてもクッパのデカさがマイナスに働くなぁ。それが最大の欠点だもんな。しかも隠せねえところがひどすぎる。ウエスマ、避けきれなかった。あれの避け方はどれが最適解なんだろうな。今、ひどいゴリ押しを見た気がする。追い出せたからセーフで、来る前でさらに追い出し、いいぞ。さらに横強で追い出していく。流れが完全にこっちに来てるな。その続きには空母だ。お見事、というわけで今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。